サイコミステリー続きからやっていきますよ。今回は消えた犯人の謎からスタートさせていただきます。いきます。お、ハロウィン、可愛い子がいた今。行くよ。護送中の凶悪犯が、捜査官の隙をついて逃げ出し、あるイベントに紛れてしまった。犯人が紛れたのは何のイベント会場だろう。これはハロウィンだろうな。いや、右の子がめちゃくちゃ可愛い。犯人どれだろうか、わかんねえな。なんかピエロが一番怪しい顔してるけど、ピエロかな。まあ、行くよ。ハロウィンパーティースタートって書いてある。なんか今、危ねえ。怪しげな広告タッチ仕掛けたんだけど。逃走犯はハロウィンのコスプレパーティーに紛れてしまった。みんな変装をしている。そう簡単には見つからないだろう。捜査官はもちろん犯人の顔を知っている。となると候補から外れる人物は誰だろう。これは女の人だろうね。もろ顔出してるしね。可愛いしね。いいね。いいっす。これなんか新しいゲームだよね。解説。ほぼ素顔のままで堂々とこちらを見ている人物は犯人ではないだろう。犯人は何らかの方法で顔を隠すに違いない。ってことは完全に隠してるやつが怪しいか。犯人は片方の手に手錠をかけられたままらしい。となると候補から外れる人物は誰だろう。あーってことはあの手隠してる人だろうな。まあ、この人かな。両手見えてるしね。手前の人はわかんねえけど。犯人は手錠を隠そうとしているはず。手が出ている人物は候補から外れる。犯人が逃走してからまだ 2,3 分しか経っていない。となると候補から外れる人物がいる。それは誰。これはこの人じゃない。ああ当たった当たった。ってことはもう奥の人だよね、犯人。短時間でピエロのメイクをするのは不可能だ。捜査官の素早い推理で死神コスプレの女性が見事御用となった。あ、女の人だったんだ、しかも犯人。大胆な犯行の秘密。なんだ、うわ、なんだこれ。銀行の地下金庫が狙われ、一夜にして宝石が盗まれてしまった。なんて答え。犯人はどこから侵入したのだろうか。おお、すげえ穴掘ってきたってことこれ。壁に穴開いてるけど。観葉植物の後ろの壁に大きな穴が開いていた。ここが金庫の侵入口と見ていいだろう。金庫へと続く穴が開けられている。一体何を使ってこれだけの穴を。あ、これあれだよね、ガガ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 ガってやるやつだよね。工事現場とかでよく見る。見よう。そんでも最近そんな見ない気もするけど。ブルーシートの横に転がっていたのは大型の掘削ドリルだった。掘削ドリル重そう。複数の犯人がいるとした場合、誰にも気づかれずに犯行を行えた方法とは何だろう。手がかりを探してみよう。誰にも気づかれずに。あ、ずっとこの銀行の中、この、なんつうの？多分この中にずっと隠れてたんじゃね？あ、違う？違うんだ。うん、違うんだ。そっか。違うらしい。複数の犯人がいるとした場合、誰にも気づかれずに犯行を行えた方法とは？気づか、あ、これじゃない？工事中じゃない？あ、なるほどな。これでカモフラージュしていたわけだ。床が浸水している。これはかなり大規模な修復が必要そうだ。工事のために数日前から施工業者が出入りしていたことから、彼らが犯人で間違いないだろう。しかし、これだけの犯行が行われたというのに、警備員は何も言わなかったのだろうか。まだ事件に関わっている者がいるようだ。これで右の人か。防犯カメラの映像は事件前後の時間だけが削除されていたことが判明した。警備員が関わっていたことは間違いない。この中に疑わしい人物は映っていないだろうか。うん、これこれこれ。顔顔、笑ってるもん。もう手に持ってるその袋何？事件があったというのに金庫から遠ざかっている人物が共犯者だ。警察が懸命に捜査を行ったものの、犯行グループはおろか共犯者もすでに雲隠れした後だった。おお、大成功じゃん。この鮮やかな事件はその後迷宮入りしたという。金持ち逃げされただけ。つら。じゃあ次行くよ。資産家の娘の悲劇。悲劇なのか。あのメイドさん見たことある。ある資産家の家で病弱な女の子が毎日介護を受けていた。世話をしているのは実母ではない。それがわかるのはどこか。実母ではない。あ、これは左下かな？なんか漂白剤って書いてあるんだけど。殺そうとしてるよね、これ絶対。え？共犯？メイドとお母さん、お母さん、義母って言えばいいのかな？ダブルで共犯なのか？はい。また解説見る前にアプリが落ちましたね。じゃあ次、リクエスチョンに行きます。女の子の実母が亡くなって、あ、やっぱ実のお母さんが亡くなって、他の人が、資産家はすぐに再婚。あらら。後妻は積極的に女の子の世話をしていたという。それがわかるのはどこか。これはあれじゃない？あーんってしてるよね。あーんって。これなんだ？どういうことなの？使用人がいるにもかかわらず、女の子の食事の世話をしている。立派な人物だと評判だったようだ。この人はいい人でいいのか？ところが部屋にあるものが置いてあったことから、女の子は後妻に疑念を抱く。そのあるものとは何だろう。漂白剤じゃない？
わかんないわかんない。誰が共犯？共犯じゃない、誰が悪人？女の子の部屋から漂白剤が見つかる。少しずつ量が減っていくことに女の子が疑いを持った。いや怖それ。なんと後妻は女の子の食事に毎日漂白剤を混ぜていたようだ。その証拠をつかむために女の子が取った方法は何だろう。ああ、それでカメラで撮っていたってわけか。え、このメイドさんは何、後ろにいるだけ？なんだ、なんか意味深な表情してるから犯人側の人間だと思ったのに。女の子は後妻の様子を隠し撮りするためにスマホの録画機能を利用した。その結果、後妻が漂白剤を混ぜる姿が録画されたという。後妻の動機は資産家の財産、女の子を始末した後は資産家本人を亡き者にしようと画策していたようだ。怖怖いね。お金は人を狂わせるね、本当に。じゃあ次行くよ。生きる希望。え、ある山で遭難事故があり、山中の小屋で行方不明の男性一人が発見された。男性の証言では小屋にたどり着いた時は相棒と二人だったという。その証言の裏付けとなるのはどこだろう。証言の裏付けとなるのはこれかな。え、相棒どこ行ったん？うん、広告挟んじゃった。これちょっと楽しそうだよね。解説で答えが見えない。リュックが2セット置かれている生存者の男性の証言通り、相棒と二人で小屋にたどり着いたようだ。残念なことに相棒は遭難から2週間ほど経った頃、救助が来ない絶望感から自殺を図ったのだと生存者の男性は証言する。相棒はどのようにして自殺したのだろう。これは首を吊ったのかな。でもなんかちょっと事件性感じるよね。なんか椅子に、下にある椅子に血がついているよ。山小屋にあったロープで首吊り自殺を図ったと生存者の男性は証言している。遺体は生存者の男性が埋葬したというが、その証言は真実なのだろうか。怪しいね。男性の話を聞いた警察は山小屋にあるものがあったことから男性の証言に疑いを持つ。そのあるものとは何だろうか。これじゃない？あ、違った。え、あるものってどのもの？あるもの、あるもの、これ、食事か。食料がギリギリだったのかな。それを取り合った結果とか。山小屋には非常食用の食事がまだ残されていた。自殺を図るほど絶望的な状況だったとは考えにくい。生存者の男性は嘘をついている可能性が高い。なるほど。さらに生存者の男性が嘘をついていることを裏付ける事実が見つかった。それは何だろう。これ、この血でしょ。これは怪しすぎる。これは隠せてないね。うん、また広告挟んだ。もうこのお花のやつ大好きだね。解説。首吊り自殺をするときに使われたと思われる椅子から血痕が見つかった。首吊りで出血というのは不自然だ。この後生存者の男性は相棒と口論となり椅子で殴ったことを認めた。犯罪はよろしくない。じゃあさ、最後になるか。いや、わかんねえわ。行くよ。20番。白昼に散る。何、白昼、公園。ある大きな公園で爆発、爆発事件が起こった。爆発の規模は大きく、死傷者は多数。これは爆発5分前に撮られた写真である。爆発物はどれだろう。これ最初のオープニング画面だよね。あー、爆発物はこれかな、多分。これイラスト変わったんじゃねえか。なんかそんな気がするぞ。そして答えが見えない。公園にふさわしくない謎の小包が置かれている。これが爆発物だろう。この日はいつもより親子連れが多く、そのせいで被害者の数が増えてしまった。親子連れが多かった原因を示す部分はどこだろうか。あ、ヒーローショーだね。これを利用して殺人を犯したってこと。最悪すぎる。立て看板に戦隊ヒーローショーのポスターが貼られている。警察が問い合わせたところ、この日にイベントは予定されていなかった。ええ、釣りか。これは犯人が仕掛けた罠だったのだ。現場には他にも犯人の仕掛けがある。爆発物の威力を上げるためにあるものが置かれているが、それはどれだろう。あーってことはこれガス管かでしょ。引火させてさらに大爆発ってことが。いや、考えることが。ゴミ置き場でもないのに燃えないゴミが置かれている。これは爆発した時に破片を飛び散らせ、爆発威力を上げるために行われたものだ。いやー、殺傷能力高め。死傷者の身元も特定できておらず、捜査本部は頭を抱えているが、あなたにはこの事件の犯人がわかるはずだ。ズバリ犯人を示してほしい。え？あ、この男か。で、取ったってことか。最悪な愉快犯じゃん、こいつ。とんでもな。解説。爆発直前のこの写真が警察関係者の手に渡っていないのは、犯人が取ったものだからだ。その後、匿名の通報があった。近くのマンションの住人が爆発現場付近で写真を撮る犯人を目撃していたのだ。犯人の家からは事件前後の写真が数百枚見つかったという。いやー、もうこんなやつに殺された家族がもう報われない。じゃあ次、21、花が咲いた日、見ていこうか。
ある一軒家で女性が亡くなった致命傷になったのはどの部分だろう。おい、イラスト変わりすぎだろこれ。おい、だいぶ変わった。せっかく始めたのにもうこのゲーム終わりだわ。なんでこんなに変わった。待って、あ、もう一回ヒントじゃねえわ、忘れちゃった。致命傷になったのはこれだね。頭部についた傷だね。頭を強く打ったようだ。一体何が起こったのだろう。花瓶じゃない、なんだっけこれ。植木鉢だってる、ね、が落ちてきたのかな。女性の頭に何か硬いものが当たったようだ。その形跡が何かわかるのはどこだろう。これかな。あー、やってるね。これね、多分ね、そのうち謎剣で出てきそうな気がする。今進行中の、女性は植木鉢で頭を打ったようだ。マンションの上の階から落ちてきたのだろうか。目撃者の男性の証言では2階のテラスの植木鉢が落ちてきたという。しかしその証言には矛盾がある。それはどこだろう。矛盾がある。矛盾が起きた。しかしその証言に矛盾、待って、男性の証言では2階のテラスの植木鉢が落ちてきたという。矛盾ってどういうこと。あ、これだね。あ、違うか。ここに植木鉢があるよってことだと思ったんだけど、違ったらしい。どれタッチすればいいんだろう。あ、これかな。あ、あったあった。植木鉢全然動いてませんよっていうことだと思う。解説、間違えたよ。散乱した植木鉢と上の階の植木鉢は、鉢の色も花の種類も違う。となると証言者の男性が怪しい。矛盾を解き正した結果、証言者の男性が女性を殴ったと自白した。凶器となった植木鉢はどこで調達したのだろう。これはここだろうな。はい、当たった、正解。植木鉢が置いてあった場所だけ地面の色が変わっている。ここに置いてあった鉢を使用したのだ。動機は些細なご近所トラブルだったようだ。ご近所トラブルで事件になったんだね。ということで、はい、これはもう確実にそのうち謎剣で出てくるので、このゲームはここまでとさせていただきます。もう残念、まただいぶイラスト変わったよね。雰囲気変わりすぎだよねこれ。それではシアンでした。次回も新しいゲームなんか手出していくと思います。それではまたね。